日清食品の、こちらとんがらし麺担当させてもらってます、石川と申します。さあ石川さん、今日は魅力についてたっぷりとご紹介いただきたいんですけれども、その魅力をですね、さらによく伝えてくれるというですね、ゲストの方をここでご紹介させていただきたいと思います。レモルさん、ご登場ください。さあレモルさん、ようこそ。ちょっと感想も踏まえて、今日は食レポということなんで一言いただいてもよろしいですか。1対1負けた後、この気分落ち込んでるところを、食レポうまくやることで盛り上げたいと思います。わかりました。とんがらし麺が今目の前にやってきたということで、今ちょうどレボルさんの、あ、じゃあレボルさんのお座りいただいて、どうぞお座りください。後で食べていただくのはちゃんとしたサイズなのでご安心いただければと思います。ちょっとね、かぶっちゃうので。さあ、ということで石川さん、はい、このとんがらし麺、一体どういうものなのかというのをぜひ教えていただければと思います。わかりました。どういうブランドなのかっていうところなんですけども、はい、もうこれ名前の通りとんがらし麺と言ってますので、はいはい、非常にまあ辛いカップ麺、そうでしょうね、はい、になります。で一応まあ簡単な歴史なんですけど、2000年に発売しまして、はい、今16年経ちます、はい、最大の特徴がこちらです。唐辛子練り込み麺。なるほど。はい、ということで、もう麺の中に唐辛子を練り込んじゃってます。隙のない辛さですね、もうね。麺をすする際はゲホってなる可能性があるのでそこは気をつけていただければ、うまくて辛いにこだわったうま辛なスープっていうのが特徴になっております。海鮮のうまみと、あとビーフ、はい、で唐辛子のロースト感っていうのをつけまして、わー、美味しそう。もう麺だけじゃなくてしっかりスープも、はい、美味しくいただける。今日ぜひ会場でもね、はい、無料で食べれますので。そうなんですよ。ぜひご賞味いただければなというふうに思います。はい、別天パウダーをつけております。なるほど。で、海鮮の方には、はい、こちら向かって左の辛さ調節パウダーっていうのを、はい、つけております。お好みでもっと辛くしたいっていう方に関しては、はい、辛さ調節をしていただければ。待って待って、これもしかして3分経ったよっていう合図。3分経ったよって、これあれですかね、レボルさんがまさか食べる麺の3分経ったよ合図が今ちょっとやってきたので、はい、じゃあ一旦ちょっとこのご説明も踏まえて、いい、はい、これあれですか、今ちょうどご説明いただいた辛さパウダー、調節パウダーがありますけど。そうですね、はい、レボルさんどうします。おすすめはまずどっちでしょう。何も入れずに食べていただいた方が。じゃあちょっと一旦レモルさん、ここで試食タイムということで、とんがらし麺をちょっと開けていただいて、モニター映るかな、モニター変わるかな。さあ今熱々のちょうど出来たてがではレモルさん、試食をお願いしますじゃーん、じゃあフーフーしてる、フーフー、レモルさんフーフー。辛い。あ、うまい。辛い。美味しい。ですね、最初に、スープのコクが来て、その後辛さが来るんで、なんかこう薄っぺらい辛さじゃなくて、なんかすごくしっかりとしたカップ麺になってますね。おー、辛い。薄っぺらい辛さじゃないっていうのですごい響きますね。そうですね。まさかの辛さ調節パウダーをいきますか。これどうやっても入れる量によってっていう、量によって、はい、辛さが変わるので、もう挑戦したいという人は全部入れてもらっても。辛そう。会場から悲鳴という。さあ、そもそも山さん辛いの得意なんでしたっけ。あ、大好きです。大好き。じゃあよかった。じゃあ行ってもらいましょうか。さっきよりちょっとやっぱ色が濃くなってますね。ね。さっきより辛いですね。当たり前ですけど。まだいけますね。ちょっとスープは、飲み切るのはまず無理ですけど。まず無理ですけど、でも麺は本当に美味しいですし、あ、辛い、汗が止まらなくなってきました。そう、なんかレボルさんの白い肌に汗がだんだん、でもなんか気持ちいいですよね、こういう汗ってね。いや、気持ちいいですけど、あ、口の中でこう、エロエル的に例えるとですね、カタリナのアルティメットを口の中に食らってる感じですね
素晴らしい、素晴らしい例えが出ました。レボルさんなりの例えが隣でね、もうレボルさんがねほぼ完食具合の勢いなんですけど、止まらない、止まらないですね。ね、止まらない、すごいじゃないですか。もう麺なくないですか。麺はないですね。あとスープだけですが、ちょっとスープはさすがに厳しいですね。いやでもよく食べられました。はい、しかも早かったですね、食べんの。何気に。ございます。いやめちゃくちゃ美味しいですね。あとこういう辛いものってこう気分が落ち込んだ時に食べると結構こう盛り上がるんで、今僕の現状にぴったしでしたね。そうか、だからあのストーリーがあったんですね、エキシビションマッチの。まあそうですね、やっぱこう辛いものって元気出ますからね。かなり元気になりました。あいつさん見てるかな、元気出たよ。ねえ、ということでありがとうございます。さあということで今一度モニター戻るでしょうか。レブロさんがトングラジメみたいになっちゃってますけども。あ、はい、ということでやりましたね。水が欲しいです。確かにすごい、飲み物すら用意されてない上にですね、ちょっと可愛いのがここのね唇の上にねとんがらしついてるんですよね。見えるかな、可愛い。石川さん本日はありがとうございました。こちらこそありがとうございました、はい、そしてレボルさんもありがとうございました。ありがとうございます、はい、日清食品株式会社様の日清のとんがらし麺うま辛海鮮、今後とも LOL ともどもよろしくお願いいたします。本日はありがとうございました。